はい、皆さんこんばんは、本日も始まりましたバイスチャンネルは、ロードストロースタークの、あ、おかえりなさい。あ、気をつけて。気をつけてお母さんの、はい、ロードストロースターク、第2弾ということで、こちら、前回、マグネットと交換していただいたイーグルテール、こちらを、今回、わらしべ長者で、何に変わるかというのをやっていきたいと思います。ちなみに今日着ているのは新作の、チャーリー T シャツと、バロンズのジャケットになります。それでは行きます、どうぞ。はい、今日わらしべ長者の交換で来てくれたのは、M 君、M 君です。何を持ってきてくれたんでしょうか。ああ、それなんだっけ。 E キャブ、 E キャブ、 E キャブか。 E キャブ使いやすいけどな。他はまたキャブ、ベンディックス。ベンディックスか。ベンディックスって何のキャブだっけ。何のキャブ。純正、純正じゃないかな。うん、そうそうそう、純正キャブか。じゃあ、もう他はないの。他ありますよ。マジ、ちょっと持ってきてよ。キャブ、キャブ2個か。悩むな。お、何それ必死。フレームじゃん。おい、それ出すの。これ出しましょう。これでもさ、何のフレーム。これなんだろう、これはリオ、リオ。あ、でもなんかちょっと違うね。そんなもんでいいっすよ。うん、これディオじゃなくてアーリー、アーリーのフレームか。ちょっとな、考えどこだから、一旦保留で。はい。え、テールとトンちゃん何交換するの、してくれるんですか。そうだな、じゃあまあ、とりあえずヒッシーはフレームを出してくれたっすよ。今これ取る。じゃあしょうがねえな。自由に使って。逆にいいんすか。使って逆にクレジットカードいいんすか。いや、とんちゃん今回は、今回パーツで、パーツでいきたいんですよね。パーツか。はい、スプリンガーフォークとかどうすか。スプリンガーか、これね、高いんだよね。イーグルテールには変わらない。じゃあとんちゃんどうしよう。まあ、タケが選んでみてみ。僕だったらバイクとか買います。やっぱそれがな。じゃあバイク出すもんでテールもらうわ俺。いいっすか。いいよ、ほんとに。そう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 。どうしようかな、トンちゃん。じゃあでも7、持ってきてないんですか、何にも。まあそうはね、俺の魂で持ってきたけどね、これ一応。ってことで、ってことで、トンちゃん保留です。はい、皆さんということで、今回の、ロードストロースターク、わらしべ長者、こちらのイーグルテールとの交換は、保留ということになりましたが、ここで今週末日曜日に開催されるアデー18周年、こちらバイス、例年通り出展いたします。バイス新作アイテムから、まあ、定番のアイテム、あとちょっと限定っぽいアイテムも持っていくつもりです。そこで、アデー当日、バイスチャンネル、撮影しますということで、こちら、イーグルテール交換したい方、アデーの会場にて、バイスブースで交換会みたいな感じで、撮影もしたいと思います。あとは、店長がやってるチョッパーイントロダクション、そちらの、撮影も、
当日アデーの会場に会場にいるバイク、チョッパーですね、そちらの方を、店長が選んで、撮影させていただきたいと思ってます。ということでいろいろアデー詰め込んで、バイスを出店いたします。なので皆さん、5月の27日日曜日、はアデーの、会場にて、お会いできることを楽しみにしてますので、お楽しみに。ということで、こちら交換してください。よろしくお願いします。それでは、バイバイっす。